はい、おはようございます。村岡正則です。今日はですね、タッチレーシングです。24日間、実は一番最初にやったのはこのレースです。もう一つから今日はね、自分のバイクじゃないけど大会が用意したバイクで仲間と一緒にね出るっていうレースになります。でもね、20何年ぶりのレース復帰なんでどうなるかわかりませんが、まあ安全にかつ楽しくねやってみたいなということで、ここ筑波サーキットのミニコースですかね。はい、ということで頑張りたいと思います。伝説のサトシぐらいだと思う。すごい奇跡が起きた。ヤクスイヤクス。転ばない今日は。マッチングで面白いですね。なんかいい感じかもしれない。燃料がなくなってきてるから。現在1位。バスケがやばい。はい、じゃあ、今日走る緊張はい、まずメガバスプロスタッフ、久保田です。よろしくお願いします。お願いします。今日は伝説残しに来ました。伝説を残しに、この後初心者講習だけどね。伝説残しに来た。今日の転倒回数は、今日はもうお金払わないように安全運転でね。金払わないよね。転んだら1回5,000円、そう、罰金払わないように5,000円。リピットストップもあるから大幅な公開戻すのもあるし。プロさん行ってらっしゃる。はい、建設残しに初心者講習。はい、続きまして、つらら。はい、プロスタッフ。プロスタッフの工藤さん。はい、工藤です。兄ちゃん。毎度でございます。今日の意気込みは転ばない。転ばない。楽しくね、みんなでワイワイとできればいいかなと思ってます。余裕だね。あ、ただね、さっきあの元フィッシュマンのね、クソみてえな野郎がいたんで、もうね、あいつですよ。あれは前回なんか2位だったって言ってたから。マジで。うん、ちょっと彼ともしコース上で会った時だけはちょっとお触り、セクハラしに行こうかなと思ってます。頑張ります。お願いします。はい、続いてプロではないんだけど釣り業界。いや、ある意味プロですよね。まあプロです。釣り人社の編集部の長島と言います。急に硬い。今日の意気込みは、今日はもう転ばないよ。あ、転ばない。謙虚謙虚で、メガバスプロスタッフ加藤さん、こんにちは。まあ今回はまあまあ転ばない。転ばない大前提。あ、そういう目標なんだ。みんな、なんか1位を取るぞとかじゃないの。1位を取るにはまあいろいろ作戦がね、順位がこう入れ替わっちゃったりするから、あんまり飛ばしすぎるとね、良くないんで、うん、その辺は。早くていいってもんじゃないんですよ。ガソリンの量も決まってるから、うんうん、もう前回で俺らが行っちゃうと、後半でもガス欠になって、またそれ5000円で買わなきゃいけないとか。だから燃費調整をしないとダメなんだけど、それは俺ら分かんないから。うんうん、なんかね、なんか何回転以上上げないって感じ。うん、回転数縛りで行ったら。引っ張らない方がいい。あ、あとうちの息子。ナギトです。意気込み？父が転ぶことを祈ってます。いいね。はい、ということで今日は頑張りましょう。目指す優勝。お、もう戦闘の準備に入ってる。やる気満々じゃないですか。初心者講師もな。頑張れよ。サトシ。サトシさんなんですか？全然サトシなんですよ。ヤフオクでサトシって書いてあるから安かった。伝説のレーサー、サトシの名前を、魂を背負ってなんかかっこいいんだよ。全然サトシは早かったと思うよ、俺。そう。かっこいいね。払い率が高いね。まあまあ、結局半分で順位入れ替えになるから、結局半分5人走るじゃん。
本当に狙っていくんだったら俺と加藤さんを前半走らないっていう手もあるけど、前半3人で回して20分ぐらいで走ってるの。そうだね、暑さで入らない。ピット2回戦決まってない。決まってる。この後のあれで決まらず、俺らは多分普通に2回交代するから大丈夫かな。あ、ちなみに1番やりたい人、スタートライダー。チャンピオンの青木春近選手がいる。元 GP の人たちもいるから無理だと思う、勝つ。俺が捨て身でスタートでよろめいて倒す。ただただ待ってオーラが違うもん。94番ただもんじゃないオーラが出てるけど、まあ、もう俺たちのつなぎで威嚇できるのは伝説のサトシぐらいだと思った。多分もしかしたら、わー、サトシ復活したみたいな。でもなんか随分スローにやってんなみたいな。あの後半サトシが本気出すから93番気をつけろみたいな。それではエンジン始動をお願いいたします。抜いてるよね、工藤さん。うん、フットサイド出始めた。全走行だけど抜いてる。そうよね。全体のアベレージ速度が速いんだよ。まあね、うん、世界チャンピオンもう交代。早かった。次誰？あと5分。あと5分だった。どうですか？意気込みも何も。みんな速いよ。俺とか久保田さんは最短距離走る。年平に一番効くな距離じゃん。開けないことと、そうですね、直線的につないで、そ
するんでね。1コーナーなんかさ、もうインベーターで回れんじゃん。だからもう一番距離走んないで、みんな交代サイン出してる。あ、疲れたら疲れる。あれもありだけど、でも準備されてなかったら。そうだね、うん。やるからには負けたくないね。ちょっと釣り人の凄さを思い知らせてやり世界チャンピオンに勝てる可能性もあるからね、内容によっては。よし、分かったぞ。次来るよ、はい、今サイン伝わったから。どうですか？いや、超緊張。途中で気持ち悪くなったり、どっか痛くなったりしたらもう戻ってきましょう。あ、来た。途中でもういいやになっても入ってた。もうお腹いっぱいになって。行きます。はい、久保田さん。久保田さん、どれだ？サトシ、あれだ。サトシ、行け。サトシだいぶ抑えてんな。まだ持ってない。まあまだライン取りが分かんないもんね。俺も分かんない最初。サトシ無理しない。さあ、どうでした？いや、疲れましたよ。もう、あの途中何度も見てたのは交代しようサインだった。そう、もうお腹が痛いから帰りたい。もう帰りたい。もう帰りたい。もうビール飲んで帰りたい。まあけど1周目だけはね、頑張ってね。あ、1巡目、うん、1周目スタートして帰ってきた段階で10位ぐらいまで上げてた。でもなんか今回のルールは後半勝負なんでしょ？そう。だから前半は逆にクロスは出なくて、後半1時間ぐらい走ってもらってもいいわけ。いや、もうお腹痛い。きついわこれ。タイヤが意外とね、食わない。2部屋、左のヘアピン気をつけた方がいいです。あ、本当？うん。え、どっちが滑るの？フロント？リアが滑ってる。フロント触りながら入っていくと、リアがタタタタタタって。でその後のあの追い越し禁止区間があるじゃない。あれが結構肝だ。あそこで抜いちゃいけないから、うん、2部屋を頑張って意味がないんですよ。なるほどなるほど、うんうん、本当は2部屋頑張って立ち上がりで抜いていきたいんだけど、ちょうど S 字で絡むんで、うんうん、抜いちゃいけないから、うんうん、追い抜き区間越えてからスピード乗せていく感じ。そうですね。でもまああまり燃料使えないから、使わないように。で早めにスピード乗ってて、最終コーナーなんかいい感じでスピード乗せて曲がってきて、なるべく落とさない、うん、だけどタイヤがいまいち信用できないっていう感じでした。あ、まあちょっと休憩、はいはい、ちょっと車の中で休んで。おお、そんな暑いろう、ね、外の気温32度。暑いです。上りで 1,2,3,4 の下って覚えたら、多分コースから見分けやすいんで、青と白の間とかは分かれる。意外と見えないよね。あ、マジか。てかみんなバーって見るから、どれだろうって探してるうちに過ぎてっちゃうから。意気込みは？頑張ってます。とりあえず最短距離でジャーナリズムで頑張ってきてください。暑いけど楽しい。暑いけど最高。最高。じゃあこの次またお願いします。あー、断りにくい。面白いから断りにくい。みんな一人ずつ走って、まあ、次僕の走行なんですけども、だんだんのちょっといろいろ見てると連帯独自のルールっていうのが見えてきて、飛ばしすぎて前半順位が上がってても後半にまた順位が逆転するとか、そういういろんなルールがあって、まあ、ガソリンも限られてるんで、まあ、ガソリンが終わっちゃうってこともあるので、まあ、これから全員にちょっとペースを落として燃費走行で走ってもらおうかなっていう作戦で行ってみます。じゃあ開けない、開けない、アクセル開けない、落とさずになるべく
で最短距離スムーズに、うん、了解です。難しい、一番難しい、うんうん、頑張ります。なるほど、レースなのに燃費運転だ、もう耐久レースだね、まさに。なんか加藤さんがもう燃費運転の指示が、あ、来た、オッケー。多分俺、けん玉かなんかいる感じになりそう。じゃあ頑張って。だからやれてる。燃費でいった？燃費でいきました。ライダーの血が飛ばしすぎって思ってたから。燃費、燃費抑え。でも楽しみ、何年ぶりだろうレースでの。二十歳の時だから。30年ぶり。いきなり6時間耐久。そのフォームが。最初上げすぎだっていろんな人が忠告しに来たんで、次はゆっくり走ります。いやもう 1cc を消してた。ついね、つい開けたくなるの。だから開けない勝負なんでね、3時間は、ね、どうもそんなルールっぽいんで、ちょうどね前回準優勝のチームがいたから、もうピタッとついて抜かないように、まあむしろ準優勝のチームよりもうちが走って 1cc でも使われる。で3時間経ってなんかハンデが決まるんだって。で遅いチームは加算されて順位が入れ替わるんだ。そっからはもう3時間耐久レースで、だから全然疲れなかった。あ、そう。暑くも何も感じなかった。ただ前回準優勝のチーム行かなかったじゃん、うん、あれでいいんだと思う。あれがいいペ
多分あのチームは勝ち方が分かってるチーム。俺たちは初めてだから知らないから、あ、勝ち方知ってる人になって確かにずっとついてるすごい充実な燃費運転、ハイペースが続いてる。しかもピットインが16回やんなきゃいけないんだ。ここまで、ちょっと作戦でライダー順チェンジで、次俺が燃費運転で走って、俺が走ったここからガチ勝負な感じになるんだね。だけど燃料なくなったチームから離脱していくみたいな。そうだね、だからここもだから難しい。終わってバトンタッチする時点で、あ、もう後ろなくなったなって。だいぶぬるぬる感が出てる。ぬるぬる感がね、タイヤがね。どうでした？2回目一方だけ燃料 の、 あのインジケーターがラスト2しかないから、マジで超低燃費走行で頑張った。もうあと 2？ ガソリンもらえるんだよね。もらえるとは思うけど、もらうとペナルティーがいくつだっけ。いやでもね、いやどうだ、そんなに予想も変わんないんだよね。最後が転倒して45分ですよね、うん、転倒してから45分。まあ、着いたら考えよっか、はい、いや楽しいですね。楽しいですね。まだ誰も転ばないっていうねけど タイヤだいぶなくなってるよね。俺でも分かる出てるね、うん、あのやっぱモーターの結果でブレーキングで誰が転ぶかな、最初に誰だと思う。俺でも加藤さんみたいな。俺が自分のバイクでは転ぶリスクを犯すけど、レンタルバイクでは転ぶリスクを犯すけど、誰か5000円払ってほしいね。まだ払ってほしいね。払ってほしいね。まあ、俺は多分ね、転ばない、今日は。もう攻めないっていうか、攻めるんだけど、リスクは絶対に負わないように攻めてる。はい、最後の燃費運転に行ってくる。そして全員、次の人の地域で、ここに。
17、あ、すげえ、すごい、そういうルール、あれですね。まあ、レースの一番最後にこれが足されます。途中には反映されないので、はいはい、36周も足された。一番足されました、ラッキーなことに加算1位だ。すごい、奇跡が起きた。発表します、はいはいはい、あとハンデ36周もらって一番もらったの、うん、一番あの俺たちより下が36周もらったんで、うちら1位だもん。今暫定1位暫定1位燃料節約して1位。すごい、来たよ来たよ。すごい、こっからどうしようね、節約しないでいっちゃう、1位とは6周差だったから。あー6周ね、ハンデもらってない。1位とは6周差だからガス欠なのに乗ろうよ。そうね、ガス欠になってもらおう。ペースが入ったら相当だから30周近くだから回してたでしょ。でも1個下がハルチカチームだった。マジでマジだ。後半戦の作戦はただ走るだけじゃない。もう開けちゃっていいの。不動さんと加藤さんいいんじゃないかな。俺と加藤ちゃんは開けていくと、うん、俺たちはどっちみちさ、あの無理してこけるだけだから、うん、要はあのリスク取らず飛ばす、うん、だから極力抜かれないで頑張ると。現在1位まあ分かんない、この後の班の発表次第だけど、ハンデは一番もらってしまった。なんかね、上から何位までがハンデが出るかって、女の子がサイコロ振ったら17が出て、俺たち16位だったので、俺たちからハンデがダーッてついて、なんか俺たちから下が出て、おおみたいな。さすが持ってる。10分の1ぐらい来た。夢盛りだね。あ、大丈夫だね。
が集中してたんで一回多分見てなかった。めっちゃこいつ最後の面白かった、最後のラップ面白かった。次どこにしようか、ちょっと長い長い方がいいんだよ。3時間とかだったとすぐ終わった。じゃあ24時間いきますか。帰ってきてもらって村草に繋がればもう一安心。
あとはお願いします。普通はね、転倒転ばないように帰ってこいって心配するんだけど、このレースの場合はもう燃費だからね、途中でブーンと止まってたらもうそこで終わり。戦略なんですね、結構長時間。俺らも初めてだから、そのペース配分は分かんないから、前半もうちょっとこれぐらいならいけるだろうと思って、そこそこのペースで走っちゃったんで、でもこれ分かってる人たちだったら大体1周何分ぐらいで、まあ、どれぐらいの回転数で何時間走ってれば、あとはそこそこのペースで走れるって分かってるんだよね。前半俺ら多分ちょっと速すぎたペースがね。脱血した。でも高いし、俺らと同じハンデだから、まあ、ちょっとどういうハンデになるか分かんないんだけど、ハンデが後で立つからもう俺が出てガスケツってだけはやめてって感じ。サーキットが静かだもん。みんなガスケツすげえ痛いやつ。3分の1は入れちゃうやつ。もうそんなにいつ止まってもおかしくない。なんか嫌な予感しかしないけど。
今止まってもマイナス1周2周だからね。恥ずかしいことがあるから。いやでもいいね。よくわからんけど時間ちょっと走ったの。なるほど。すごいよ。素晴らしい。素晴らしい。いい空気ねみんなね。あっち。すごいですね。やりきったね。ねえ。やりきった。よかった。感想できて。お疲れでした。ありました。ぴったりなくなった。ぴったりなくなった。あそこで、待ってたらついに終わって。揺すって、多分あと1回だけかかるだろうって最後の週もね、ガボッガボッって息継いでて、ああもう無理だなって最後回ってきた時にこうやってやってたもんね。そうそうそう、もう終わるっていや1回転んでちょうどよかったね。そうだね、そうだね、あの分走ってたら止まったんだね。押さなくて済んでよかった。クロスが痛い思いをした分、マサッチが苦労した。自分の中で時計数えてあと3周2周ってどんどん開けてってさ、でも開けてったらもうって言い出して、あやっぱりダメって無理だってもうね本当にないんだと、はいはい、まあだけど計算し尽くしたようになかなかないよ ねガソリンを一滴最後まで使い切るってね。落ちたレベル、すごいよね。すごいノンピシャのね一周も無駄もなく。あと表彰式、はい、やりきった、ね、悔いはない、悔いはないよね。そんな弱い。イエーイ、野菜セット。手ぶらは回避、手ぶら回避、みんなで分けましょう。1、2、3、4、あ、ちょうど5だ。茨城県産だね、やっぱ地元の。ドキ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 。ダメな人がいる。6位から発表させていただきます。ではプロ125クラス第6位の発表です。第6位がベッセンタンカー90。3段。おお3段。おお3段。俺マサッチだから、マサッチだから10。9番です。です。落としました。さあ続いて最後にね、スルーラードを出した。さあ続いて入ったね。落ちたね。落ちたけど入ったね。落としたね。勝てたけどね。何年もやって初めて落としました。バッチリです。大丈夫大丈夫。あ、そうなの。負けたよフィッシュマンにね。さあ、イナラのキレイカバテシャンパン、そしてはい、じゃあ始めます。始めます。はい、はい、お願いします。イエーイ、嬉しいね。頑張ったかったね、初めてでね。皆さんにはレッツプルオイルと
大変綺麗なサウナが贈呈されております。ではみんなで、表彰台の前にお越しいただきまして、記念撮影を行います。記念すべき1個目。皆さんには本当に第6回からお越しいただきました。まだ1列空いてるからね、あそこで。そうだと、第4位の方はね、チームLTAさんですか。でも、その初代ミニスカポリスの人が落とした。平間理子が初めて落とした。じゃあ、サインしてもらおうか。落としちゃった。そうだ、ね、落としちゃったサイン。転ばないって控えめな目標だったけど、しっかりと。チームメガバスで撮るの。はい、レッツプロレスで。メガバスの T シャツじゃねえや。おめでとうございます。チームメガバス。皆さんです。おめでとうございます。アメリカも転んだけどな。ニューヨークチーム ITF、そして優勝がゼッケン13番チームプラグワンの皆さんでした。おめでとうございました。はい、ということで、初参戦。いや、6位ってことで、いい思い出だった。素晴らしい素晴らしい。俺3000年ぶり出て、そういえば30年前も6位だった。うーん、何かある、ね、また頑張りましょう。来年次は、次あの1月ですよ。猿ヶ島オフロードで、全員がオフロード。オフロードやだやだ。俺はね、アスファルトにタイヤを切りつけて暗闇へ走り抜けた。僕の不良少年そうやって生きてきた。ということで、動画を終わりたいと思います。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。